橋本です。スカーフ苦手なアルペンです。今日は、地味な地味で嫌な練習第2弾ということで、フットワークの練習をしようと思います。まずフットワークなんですけど、まあ、シャドーボクシングするときでもこう足を全員動かす、全員動かす、この状態常につま先でこう動くんですが、結構、フットワーク実は細かいところを、突き詰めていくとかなり難しい、技術でして、例えばフットワークをするときに膝がこう曲がってしまう、こんな感じで曲がってしまう、これは良くないです。あともう一つ、フットワークをするたびに上体が上下に振れる、これも良くない。じゃあどうしたらいいか、常にこのスタンス、このままこの状態でつま先を意識して、膝で蹴るんではなくて足の親指で蹴るイメージで、これは重要になってきます。これを、だったら練習できるかっていうところなんですけど、じゃあグッズも一緒に、構えて、足のつま先に親指に、意識して一歩、この時にさっきも言ったみたいに膝を曲げない、絶対親指、足の指で蹴るイメージ、まあ、足首と親指で蹴るイメージ1で、次逆、前の足で絶対に変えない、こういう後ろの足は同じ位置で前の足だけ動いていく、これダメです。ちゃんとこのまま前、あとは上体が前に飛ぶときに前に行かない、後ろに飛ぶときに後ろに行かない、常にこの状態で、どん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 、あ、いけるの、1、2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 、
って、この前後ろの。で、これ常に大事なのは、やはり、フォームが大事なので、全然違うフォームで3ラウンドやろうが10ラウンドやろうが、何十ラウンドやっても意味ない。ちゃんと鏡を見て、自分の、さっき言ったみたいに、肩が取りすぎてない、前に行きすぎてない、足が曲がってない、ちゃんと親指で蹴れてるっていうのを意識しながら、丁寧に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 、これを3ラウンド。で、それが終わりましたら、じゃあ、ロープ。この避けた動きで、インステップするときに、ワン、ツー。で、ツー打ったら、バックステップ。で、すぐに、インステップ。そう。すぐに、すぐに、すぐに、そう、それだけ繰り返し。いきます。よー、スタート。そう。そう、もっと上。上。そう。そう。そう、上。
上打つ、下打たない、上上上、もっと上ね、ステップバックステップ、でストレート1ラウンド、次はフック、インステップでバンバン、うん、バンバンバン、そうバックステップ、そうえい、よーいスタート、バーバーバーバックステップ、バーバー、上オッケー、で次はそのフックが終わったら次はアッパー、そう、落ちてる、うん、逆、だんだん、そう、だんだん、そう、だんだん、そう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 、ステップ、バックステップ、バックステップ、そう、はい、オッケー、これを、僕は現役の時は重りをつけて1ラウンド、重り外して1ラウンドなんで計、6ラウンドやってましたが、まあ、1ラウンドずつ、ストレート、フック、アッパーを交互で持っている人、打つ人というのを交互で変えてやっていく、で、常に持っている人は、膝が曲がってないかであったりとか、ちゃんとインステップバックステップが分かりやすくできているかどうか、フォームをチェックしてあげながら、アドバイスをしながらやっていくという、まあ、本当に基礎の練習なんですが、めちゃめちゃ大事な練習になります。でこれは、僕の考えなんですが、アウトボクサーだから足を使う、インファイターだから足を使わず、ドンと構えるではなくて、これはもう練習なんで、試合で例えばこの動きを試合でしなさいっていうことではなくて、もう筋トレやと思ってやってもらっていいと思います。常にそのボクシングのパンチを打つために必要な筋肉を養うために、こういう動きをしないといけない、絶対にっていう風に位置づけて練習していただくと、非常にいいなる練習だと思いますので、試してみてください。橋本でした。